残留を決めた後の難しさもあったと思います。今日の試合振り返っていかがでしょうか。そうですね、前半から結構チャンスあって、まあ、押し込んでたんですけど、後半にやっぱ1本セットプレーからられて、まあ、流れ変わってしまったんで、まあ、悔しいですね。まあ、今シーズンのリーグ戦は厳しい時期も長かったと思います。ご自身にとってもいい経験ができたんじゃないですか。そうですね、今年に開幕戦にスタメン出させてもらって、まあ、デビューさせてもらったんで、まあ、今年は、まあ、自分としてもチームとしてもいい結果残してやりたいなと思ってたんですけど、まあ、残留争いして、まあ、今だったら、まあ、来年だったらあれもいい経験だったねって言えるように、まあ、来年につなげたいです。来年につながる手応えというものは何かご自身の中で得られましたか。そうですね、まあ、今年デビューして、まあ、思ったよりできるっていうのがちょっとあったんで、まあ、来年はもっともっと得点に絡んだりして、まあ、結果残していきたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。